じゃあ次紹介します。ブレイメンです。オーライ。難聴だから聞こえないんだよ。来たぞ、来たぞ。ああ、じゃあ紹介しておきましょうか。約3ヶ月前に、4ヶ月前、5ヶ月前、なんか、北田らしい滑り症候群というのでね、入院してしまいまして、しばらく、僕の後ろから遠ざかっておりましたけれども、先週やっと帰ってまいりました北田健二です。先週はね、北田の復帰一発ギャグというのを振っても答えてくれなかったんですけど、一週間あればね、何らかのことは考えてきてると思います。エスカトの北田、北田っておらびよって内見美作君、内見って本気の目で言われましたので、今日は振るのはやめとこうかと思います。あのね、最近僕人と喋ってないのでね、長く MC が長くなりようがい、もう天の声や、天の声、長くなった、そこから言うたか。じゃあね、台風がそれてよかったね。そういうところから始めればいいんだが、大丈夫。
こういった綺麗な月を、月は出てるから、ここのとこ月を月をとなんか素晴らしい夜が続いてるじゃないですか。あなた方知ってます？知らないでしょ。僕はね、塩したためるんですよ。メロウなやつをね。うん、先週と同じことをここでもう一回やってやろうかと思ってますよ。先週受けなかった部分までやろうかと思ったけど、その勇気はない。なのでね、新曲を聴いてください。今日はあんま喋りませんよ、ごめんね。MC の少ないパンクバンドブレーメン、どうぞよろしく。命削って泣くつくつく
と愛なんでもないようなことだけど合わなきゃならない時もある。昨日より好きになりたくて変わらぬあなたと待ち合わせ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 。ライダースが上に上がってきます。見どころの一つということで、まあ改めてね、ブリスコ25周年おめでとうございます。ジャガーと同い年で同級生ということでね、まあ何かといろいろ言われることもございますけれども、そんなに僕はジャガーのことを嫌っていません。呼んでくれるってことはジャガーもきっと僕のことをそんなには、まあちょっとあるかもよ、そんなには嫌ってないはずです。みんなのみんなの大好きなフェイスブックとかでちょこ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 いろいろ書かないように。書くときは俺が書く。おいしい話題をね、小出しにするんじゃないんだよ。そういうのはね、ドカッてした方が面白いでしょ。いや本当に嫌いではないんだよ。お互いにね、50歳になりましてね、なかなかとこうバンドなんてものをやっておりますと、若手がどん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 伸びてきて、若手といってももう気づいたらそいつらも40とかなんですよ。そいつらがもう兄さんたちがおるけんいつまでたっても俺若手ですよって言われますけどね。まあすくすくすく心配するな。俺らの上にももっともっと先輩たちがいっぱいおるから、俺らもまだベテランになれんで困っとるところじゃ。いつまんでも係長止まりだよ。これからもブリスコ課長とブレーメン係長で中間管理職で頑張ってまいりましょう。ねえ、こういうちゃんとしたまとめ方もできるということを一つ覚えておいていただきたい。
それじゃあ復帰したばかりのね北田賢司キーボーが今からボンゾになります。こんなお祭りの時ぐらいね、あんた方浮世を忘れて、ま、真逆にいろんな固い仕事をしている人たちはパンツの一つでも脱いでいいんですよ。真逆なのでね、逆にこの山ちゃんみたいなのを今からネクタイを買いに走らなきゃいけない、そういった感じで参りましょう。じゃあレッドテペリで参りましょう。右向け左という歌を。人間レッスンというのを
希望です。あなたたちが大好きな希望を帰ってきました。希望を帰ってきましたけども、そろそろお時間になりますのでね、喋りすぎたせいであと一曲になってしまいました。まあ告知っつうのもなんですけど、フレーメンの名作の CD が2枚ほど、そこ2作品ほどねありますので、ブリスコ買って、ブルソールを買って、そしてネジヤンとこ買って、ビッグノーズ買ってね、でブレーメンをちょんちょんと買っていただければ、だいたい1万ちょいぐらいで収まります。裕福な皆さんはそれくらいやっていただきたい。それが大人でしょ。それがお祭りってもんじゃないかな、最近僕は思うんだ。それがお祭りってもんじゃないかね、それがお祭りってもんじゃないかね、それがお祭りってもんじゃないかね。熱すぎた、ごめんね。まあいいよ、まあいい。いやね、気になった人はね、ちょっと買っていただいたら、買っていただいたら、まあ、それで僕らじゃ満足です。で、まあ、次回のライブというか、まあね、多分年内最後になると思いますけど、またここにね、堤の嫌がらせにしようかと思ってます。今年の最後は堤の嫌がらせ、それで終わろうかと思ってます。11月29日、お暇な方は来ていただければこれ幸いと思っております。ブレーメンでございました。何度も言いますけど、無礼者たちでこれ書いて無礼面、いい加減髪型ぐらいは覚えて帰ってください。よろしくどうぞ。じゃあ最後の曲です。じゃあブリスコ3人ですけれども、僕ら4人です。4人ワンツースリーフォー、4人集まればすごい力が出るよ、そんな歌を届けましょう。どうもありがとう。
ありがとう、次ね、おファンね、オンジエッジ、ブリスコ、見ていってください、楽しんで、どうもありがとう。ブレーメンにもう一度大きな拍手を。